娘から言われましたね、うん、YouTube やってんねやろみたいな、うん、友達からすごい回ってきたで、送られてきた、なんか YouTube 始めたんみたいななんか言われましたけど、嫁にはね、ああああどうやったって聞いたら見てないクリックもされてちょっとこれ変なの Amazon 見てみてみまた来ないなってコメント見たコメント見たよ、あ、見てないほとんど見たよ、もうそれはもうみんな喜んでもらってたみたいですよ、ねえ、いやでも否定的なのもあったよコメントでありますさ、あるやろ、いや小籔だけおもんないっていうのありましたけどねえないやろそんなないですよ、小籔だけおもんないってないって小籔だけいらん言うて、ああそうか見とけこら思っていや、なんや見とけ楽しくやろうや、そうないっていや、探しましょうかいや、いや、いや、探さずもういいですってバーで見たら小籔だけいらん、舐めとんなわ、いやいやいや、そんな言うからまたな、そう、これを言うと、これ書いときゃ引っかかって、こうやって言うてくれはるかもっていう、いや、言いますよ、え僕のバトンは言いますよ、皆さんはスルーしてください、僕は見ていちいち言いますわ、小籔だけいらんで書いたやつ、見とけよ、俺違うよ、もう楽しくやろう言うてんだよ、もうそんなのええやん、まあ、いらないでおきましょう、否定もね、肯定もありながらね、そうですよね、でもなんか一個だけ言いたかったな、まあ、ずっとやったって言ってなんですけど、どうせ竹と呼ぶんでしょっていうのありましたなんや言うたら出てきてた、そう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 、どうせっていうのやめといてほしい竹とにも悪いカツオが歩いてたら、はい、すごい綺麗な女性がハンカチ落としたんで、うん、それが水溜まりに入んねん、はい、でびっちょびちょやねんけど、これ落ちましたよって持っていったら、その女性が「もしよかったら使って」みたいなで行きはんねん、はい、めちゃめちゃ綺麗から、はい、洗濯して綺麗に干して、うん、これを何度ももう一回あの人に渡したいと、うん、落とし主綺麗な女性に、うん、見たら「虹里見」って書いてある、うん、だから幼稚園の虹組の里見ちゃんのお母さんやと、うん、はは幼稚園行って二次組の里見ちゃんいますかって言ったら里見ちゃんなんかいない、うん、でもだいぶ前に二次組の里見くんっていう男の子がいた、うん、だその子のお母さんなんやみたいなことになって、結局そのお母さんのところにそのハンカチ届くねん、うん、ほんなら手紙がカツオに届いて、ほんまにありがとうみたいな、でうちの息子は今山村留学、はい、その都会から田舎に留学してる息子がいんねんけど、はい、その息子のハンカチを急いでたからパッて取って出かけてしまってみたいな、でこんなわざわざ届けてくれてありがとうって言って、ハンカチも一緒に送られてきて新しい、うん、それ見たらカツオってローマ字で入ったんで、うん、でめちゃくちゃ嬉しいねんカツオは、うん、でやったほな、もう波平さんもお前もたまにはいいことするなみたいな、うん、お前も山村留学するかって、うん、カツオは、いやーやったー、そうやね、俺もしようかな、山村留学生徒少ないから5年生たった1人やったら俺がどんだけ勉強できんでもう学年トップやもんな、うん、こらーバカもんみたいなこと言われて、うん、タラちゃんが嫌だー、カツオ兄ちゃんが行ったら寂しいから嫌だーみたいなことがあって、次の日カツオはここにそのハンカチさして、いやいや諸君おはようって、うん、ほんなら、ああ、中島君、いやいや、あ、これ気になる、これね、これもらったんだよって、ローマ字書いた、カツオと書いたハンカチ見せて、うん、いやー、たまには居残りで廊下に立たされるのもいいね、この間立たされてたおかげで、一人居残りさせられたおかげで、あんな綺麗な人に出会って、結局ハンカチもらえた、うん、いやー、本当に立たされてみるのもいいもんだよーとか言ったら、みんなが席突き出すねん、いや、まだ話してんの、なんの、はぁって先生がいて、こらー、わーって言って、カツオが立たされんねん。うん、はい、で終わんねん、うん、このタイトル、このお話のタイトル、タイトル、もうじゃあこのお話が始まる時の前段にも出てたやつですね、出てんねん、番組としてそのタイトル見てから見るもん、そうそうやね、そんなタイトルの出方せえへんからね話を終えた出てからお話やから幸せのカツオのハンカチ、いいこと、いいこと、カツオ2枚目ゲットなるか、あ、もう一回ね、その戻ってきて、なるほど、なるほど、はい、
あそっからまたあいいこといいこと、ね、立たされたから、ね、あいいことどこからやから。あでも立たされたとこから最後、うん、立たされたんじゃん。これマジで当てるよ。おうおう戻りがつお。サザエさんでそれやってんの見たことある。そっちを唯一やらへんのがサザエさんや。ガッツを言ってる。そうなんだ。ガッツをタイトルにそっちでいって、うまいけど。めちゃくちゃうまいやん、これ。それで言ったらもっとふさわしい戻りガッツをあるやん。カツオのことガッツをわかる。当たってる思ったけどな。違います。正解は、カツオの老化留学。うまいから。まあ可愛い。それ可愛いよ。あんだけやったら可愛らしい。やっぱりサザエさんの世界観というかね。戻りガツオに変えた方がいいんじゃない。再放送の時。再放送の時は。クイズしやすいかどうかわかんないですけど。ジュニアさんボクシングすごい好きじゃないですか、うん、でジュニアさんに思ったらあこれ聞いてみようと思ってたことがあったんですけど、はい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 、去年井上尚弥選手とドネア選手の、はい決勝戦、はい、あったじゃないですか、はい、あれ僕家で中継見てて、まあ、試合内容はもちろん素晴らしいんですけど、はいはいはい、その試合とまた別ですごい気になったことが一個あるんですよ、はいはいはい、その中継を見てて、はい、それは何でしょうか。いろんな人が見に来てたから、例えば、はい、アッコさんがアーリングサイド、はいはい、アーリングサイドを見てあったけど、はい、アッコさんってボクシング普段から見に来たりしてあるんですかとか。ああ違います。ああなぜこの人が来てるんだ的なことじゃな、客席に誰かっていうことではないです。ジュニアさんがなんか、あれなんか仲良さそうな女の子と来てそうやなみたいな。あ、ジュニアさんの姿はチラチラ見てて、うん、それは目に入って気にはなってはいました、うん、誰あれなんか横の人、奥さんかほんま、ちゃう人ちゃうみたいな。いや、そんな世紀の一戦でバーン打つのに連れてきはれへんやろ。分かれへんやん、そんな全世界に分かれへんわな、そんな。いや、分からん、それは確認してないんで分からない。でも違います。そこが気になったじゃないです。いや、見たけど、ちょっと覚えてないからやけど、最初のこうリングアナウンサーみたいなのが呼び張る時、ノニとドネアを知る前から、まあ、名前だけは聞いてた。ドネア聞いてましたね。ほんで、ノニとドネアやと俺ら思ったのに、発音がなんか、何とみたいな。あちょっと発音、ドネアの発音がちゃうから。あれもういい後藤というか、もうほぼほぼ。正解。ほぼ正解。あのね。その中継の最初に、まあ、あのアナウンサーとか、香川さん、照之さんとか、でゲストで村田選手も来てたんです。他の人は大体ドネアはね、ドネアはこうでとかって言うんですよ。でも村田選手だけそのノニとドネアのノニとの方で言うんですけど、その言い方がノニとはね、ノニとはねって言うんですよ。ノニとじゃなくてノニとはね、ノニとはって言うんですよ。そのアメマの言い方やったんや。一人だけノニと言うてるんだから。すいません。今は別にポテトでもいいやん。いやいやだけど、いや言うてノニとやん。みんなドネアドネア言うてんのに、いやのにノニとノニとってずっと言うてるっていうのが、あれはボクシング界ではそうなんですかって聞いた。いやー、まあ俺はドネアやけどな。ノニトのノニト派はいるんですか。ノニトでもなくね。まあ現地の人と村田さんはお話しされたりとか、海外ではそうなの、だからそういう発音があるんかな。でも一人だけそうやし、すごいイントネーションがその関西のそれやんに、そのアメマよりもっと言うと、あのもっと言われへんやつな。関西の3文字に、まあ、マクドとかもそうや。まあまあ言うたらそうなんですけどね。一人だけちょっとそれこそ気になったな。そうそう、だからそっちで言いはんねやっていう人いるからな、うん、だからパッキャオって言うとマニーって言うから。ああ、なるほど。あ、うん、まあでも村田さんはやっぱりチャンピオンやし、その言い方されててもなんも、うん、あそうなんやと思うけどね。そのエセボクシングファンの
やつが楽屋とかでなんか「ノニト」って言ってたらなんか違和感あるよな、村田さんみたいな人言ってるから、ね、はい、そうなんだなって思う。同期で昔からのその出川さんがチェンっていうのは、ああまあね、まあまあまあ、ええけど後輩が、はい、いやチェンニーや、いやもうやばいですね、何言うとんねんみたいな。まあ、今日でもなんか最小限でやってますけどね、もう集まるっていうことがちょっと叶わなくなるかもしれないですよね。ほんならそれぞれのもう iPhone で同時に収録してそれを4分割で流してもらうみたいな、うん、はい、かそのこの期間中はもう岩尾の犬の映像毎週水曜日と土曜日にこれだから、何やろこれ、ほんまに少し、いや、マジやないか、ほんまの犬やん、紙粘土でな、紙粘土でもね、人通りは食べたことあんねん、大体のもん。じゃあ、チキンラーメンを食べるんですか。食べるよ、めっちゃ好きやからめっちゃ食べるやん。その努力、よろしくお願いします。何とはね、何とはね、アメマの言い方やったんや